おおすっげえ、バス屋屋上って新鮮。やぼやだ、やだ。あバカ、押すなって。おおつ若いが元気だな。俺なんかすごい嫌われてる。ああ、まあ元気出せやな。でもそういうとこもちょっといいよね。ご機嫌斜めだね、夏目ちゃん。あれは傷つくよ。あの年頃の男は繊細なんだから。見てたんですか、みっちゃんさん。せっかく正月だし、春が友達連れてきて俺は嬉しいし、夏目ちゃんやしずくちゃんにも会えて嬉しいし、優しくしてあげようよね。別に前ちょっと嫌な態度取っちゃって、どうすればいいか分かんなくなっちゃっただけです。なんだ、普通に喋れる。男の子は嫌いです。特に私に言い寄ってくる男なんか大嫌いです。なあ、言うね。その年で男嫌いとは贅沢だね。俺は女の子は大好きだけどね。みっちゃんさんも恋愛したいんですか。恋愛、なんせ借金が重くてね。でも恋はいいよ、恋は。良くも悪くも人を変える。逆に言えば変わるチャンスだよね。で、いい恋愛ってのは人間を丸くしてくれるんだよね。私はミッティやハルくんや大好きな人たちがいれば他はいらないです。そしてゆくゆくはミッティ王国を。いやいやいや、誰も傷つかないずっと楽しい永遠の王国です。ないよ、そんなのは。分かってんでしょ。じゃあ私もみっちゃんさんと丸くなれますか。ああ、初日の出、初日の出見えない。こんなに待ったのに。悪い、嫌な。やぶつついたら蛇出た。ん？